あれ、お菓子の袋開いてるよ。湿ったスナック菓子をパリパリに戻す裏技なんだよ。知らなかった。乾燥してるからね。これはサラダの上にペーパータオル。これはサラダの水分を吸い取って長持ちさせる裏技なんだよ。あれ、この黄色いのも裏技？これはハーブをオリーブオイルに入れて凍らせてるんだ。冷蔵庫で放っておくとしおれちゃうからね。このまま入れれば料理に使えるよ。さすがー。